幕張本郷駅は千葉県千葉市花見川区幕張本郷1丁目にある東日本旅客鉄道京成電鉄の駅である京成電鉄では社名を冠した京成幕張本郷駅が正式な駅名である JR 東日本の総武本線と京成電鉄の千葉線が乗り入れ接続駅となっている JR 東日本と京成電鉄が互いに連絡運輸を取り扱う例は 他にも多いが、当駅は JR 東日本の駅と京成電鉄の駅が同一構内にあり、その例は数少ない。他には日暮里駅、空港、第二ビル駅、成田空港駅、東松戸駅がある程度であり、総武本線と本線も含めた京成線が並行している区間では当駅が唯一である。JR 駅と同一構内にありながら、 私鉄側の駅が社名を冠しているのは、他には、山陽電気鉄道の山陽明石駅、西日本鉄道貝塚線の西鉄千早駅がある。JR 総武本線は、観光線を走る、中央、総武線各駅停車のみが停車する。JR 中央、総武線各駅停車には、JB34、京成幕張本郷駅には、KS52 の駅番号がそれぞれ付与されている。 JR 東日本と京成電鉄が京上駅舎を共用する。駅舎外にエレベーターがあるなどバリアフリー化がなされている。駅北側には JR 東日本の幕張車両センターがある。島式ホーム一面二線を有する地上駅。自動改札機、指定席券売機設置駅。緑の窓口は2017年2月28日をもって閉鎖された。 2018年2月3日より、始発から午前6時45分までの間は、遠隔対応のため改札係員は、不在となり、一部の自動券売機のみ稼働する。乗り場、編集島式ホーム一面二線を有する地上駅。京成電鉄では、視覚障害者に対する誘導サインとして、スピーカーから小鳥の鳴き声を流しているが、当駅ではうぐいすを採用している。駅番号は、 KS52、開業当初のホーム上の駅名表には、京成幕張本号と他の自社線案内と異なり、形成を関して表記されていたが、案内サイン更新により現在は幕張本号と表記されている。乗り場、編集近年の1日の平均乗降人員の推移は以下の通りである。近年の1日の平均乗車人員の推移は以下の通りである。 尾光幕張本郷4丁目から見た幕張新都心の超高層ビル群あたり、駅資金に千葉市花見川区と三浜区の区域、奈良市の市の市境が存在する連結バスあたり駅のバス臨時改札口、京成バスによる免許センター、海浜幕張駅、幕張メッセ、千葉マリンスタジアム4モール幕張、新都心方面へのバス便がある。バスの一部は日本では 数少ない連接バスで運行される。この路線は、京成線の路線図にも乗り換え先として記載されていたが、現在では記載されていない。また、千葉シーサイドバス、平和交通バスの2社が、千葉銀行幕張本号支店前近くにそれぞれバス停を設置している。当駅からのバス路線は、両社とも平日のみの運転である。当駅のバス乗り場は、0、1、4、5、6、 7と、千葉シーサイドバスが使用する番号を持たないバス乗り場、平和交通が使用する番号を持たないバス乗り場の8つある。2、3番は欠番である。当駅から発車する路線バスの内京成バスが運行する一部の路線バスは、時間により乗り場が変わる。幕張新都心線は、平日朝7時30分から9時31分までは、幕0一の休校を除きすべて0番乗り場から、 それ以外の予備、時間帯は、すべて一番乗り場から発車する。また、イオンモール幕張新都心方面へのバスは、朝8時20分まで7番乗り場から、それ以降の時間帯は5番乗り場から発車する。定期路線バス、編集幕張本郷駅のバス乗り場は、平日朝とそれ以外の時間帯で様相が大きく、異なるため、本校では2つを別々に解説する。通常動機、 編集平日朝7時30分9時31分は、平日朝ラッシュ時を参照。平日朝ラッシュ時、編集平日朝7時30分9時31分の、間は、幕張新都新線では急行バスが運行される。同時間帯は、幕張新都新線の乗り場が変更されるため、以下に特記する。この時間帯は、幕張新都新線の急行バスを中心に利用客が集中する。 特に、マクレイイチ休の乗車待ち列は一番乗り場から交番のあたりにかけて、つづら折りになって続くことが多く、日によっては JR の改札前まで伸びることもある。この時間帯は一番乗り場手前に臨時改札口が設置され、マクレイイチ休の運賃支払いを乗車前に済ませるほか、多数の案内係を配置するなど、多数の利用客を裁く工夫がなされている。その他のバス、 編集多客輸送、編集ゾゾマリンスタジアムで野球の試合やイベントが催される際は、同スタジアム行き、幕張メッセで、イベントが催される際は、幕張メッセ中央行きの直通バスが、京成バス新都心営業所により運行される。運行時には、案内係が派遣されることが多い。直通便は、基本的に一番乗り場から発車するが、 高校野球の千葉県大会などの際に直通便の運行される時間帯が休校運転の時間帯と重なった場合には、例番乗り場の前方から発車することもある。また、土休日などには、イオンモール幕張新都心への買い物客需要に対応するため、日中の定期便とは異なり、浜田緑地や神田外語大学は経由しない。この臨時便も、 京成バス新都心営業所が担当するが、案内係は派遣されないことが多い。5番乗り場から発車する。送迎バス、編集あたり駅のロータリーには、JR 津田沼駅のような企業送迎用のバス乗り場がないため、企業や施設の送迎バスは、路線バスの乗り場やロータリーの空きスペースを利用する。市町村アカデミーへの送迎バス市町村アカデミーの入寮日などには7番乗り場から、 市町村アカデミー行き直通バスが運行される。なお、神田外語大学を経由する、京成バスの各系統も市町村アカデミーを経由するため、バスがない時間帯はこれらバス、またはタクシーの利用を進める告知がバス停に掲出されている。企業の送迎バス臨海工業団地に工場を持つ。企業の中には、当駅への送迎バスを運行している会社も存在する。 先日の通り当たり駅のロータリーには企業送迎バス専用の乗り場が存在しないため7番乗り場やその後方8番乗り場送迎車乗降場の前方などで乗降を扱う千葉県企業庁と千葉市では幕張本郷駅新都心館に新交通システムや LRT を導入する構想があり2000年に出された運輸政策審議会答申第18号では 今後整備について検討すべき路線として、東新路線の中に盛り込まれていたが、県や市の財政難もあり、具体的な計画は進んでいない。2016年の交通政策審議会東進第198号では、該当路線については、東進に含まれていない。東日本旅客鉄道総武線津田沼駅、幕張本郷駅幕張駅、京成電鉄千葉線京成津田沼駅、 京成幕張本郷駅京成幕張駅注釈、編集出展、編集広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集 JR、私鉄の1日平均利用客数、JR 東日本の2000年度以降の乗車人員、JR、私鉄の統計データ、千葉県統計年間京成幕張本郷駅に、関するカテゴリー、ありがとうございます。